当院長総合文化センターは、三重県稲部郡当院長山田にある複合施設、当院長文化会館、当院長中央公民館、当院長立図書館の3施設からなる。1989年4月に、当院長が現実の生活の中に夢を与え、生活そのものに活力と安心を作り出す拠点として開設した。 ヒバリホールの小ラ落としは5月14日に行われた公共局第9番の演奏であり、満員の聴衆を集めて週1回練習を重ねてきた当院町民112人の合唱四日市公共楽団の演奏により取り行われた。この合唱は中西彩が作詞した日本語の歌詞で歌われ、中西も出席していた。会館と同年に当院町文化協会が設立した。 1997年4月13日、党委員長の調整30周年記念式典を開催し、同時に滝群宮川村との友好親善提携の調印式も挙行した。同年9月15日には、党委員朝営ケーブルテレビ局が試験放送を開始するにあたり、同日にセンターで開催された敬老会を生放送した。 2000年3月12日には老舎を描いた映画 I Love You の上映会が開かれた。2002年7月22日、東院町文化協会が市町村単位の文化協会として三重県で初めて社団法人格を取得した。これを記念して、端子型文学フェスティバル院東院を同年7月31日にセンターで開催、金子美鈴の作品を歌うコンサートなどが開かれた。 2005年7月31日、9世、松本幸四郎夫妻の隣席の下、7世、松本幸四郎の銅像の除幕式が開催された。像は高さ1.6メートルで、約200万円をかけて制作され、武蔵坊弁慶を演じる姿を再現したものである。2014年2月9日、南原清隆と一万狂言による現代狂言を開催した。 2016年6月1日、当院長ふれあいセンターにあった、当院市民活動支援センターを2階の旧展示スペースに移設した。支援センターは、利用実績が低かったことから、開設時間の延長と、臨時職員の雇用によって、利便性を高めての移転会館となった。同年8月11日、東海環状自動車道当院 IC が開通し、 その記念式典を総合文化センターで開催、三重県知事の鈴木秀隆が祝辞を述べた。建物は2階建てで、敷地面積25,864平方メートル平方メートル、建築面積3,501平方メートル、延べ床面積5,225平方メートルである。玄関は建物中央の北側にあり、中心に町民ロビーを廃止、東側に、 中央公民館、南側に図書館、西側に文化会館がある。1階に第1.2研修室、第1.2事務室、教育庁室、2階に調理実習室、美術工芸室、第1.23講習室、展示室と、党員市民活動支援センターがある。開館時間は9時30分から21時30分まで、休館日は火曜日と年末年始である。 第一研修室は91平方メートル24人収容である。40人収容の94平方メートルの第1公習室、各47平方メートル、各18人収容の第2.3公習室はパーティションを外して一室にすることができる。と、ウィン市民活動支援センターは展示コーナーを転用したものである。プラネタリウムを保有するものの、 原則非公開となっている。プラネタリウムは直径10.5メートルで客席は90席ある。以前は主に小学校低学年以下の子供向け番組を定期上映しており、幼稚園や保育所の園児の利用が多かったという。当院長文化会館は当院長総合文化センター西側に設置されている。702人収容のひばりホールを中心とした施設で3つの 楽屋とリハーサル室、浴室、ピアノ室などがある。開館時間は9時30分から21時30分まで、休館日は火曜日と年末年始である。ホールの管理は三重県部隊管理事業共同組合に委託している。当院、日本の第9演奏会センターが開館した1989年から毎年12月23日にひばりホールで、 第9の演奏会を開催しており、当委員長の風物詩として定着している。主催は当委員長で中日新聞社の講演を受けている。入場は有料で座席は全席指定制、未就学時の入場は遠慮するよう呼びかけがなされている。同じ北勢地方の四日市市で開催される四日市の第9がドイツ語で歌唱されるのに対し、当委員長では日本の 第9と銘打っているように、中西彩が作詞した日本語の歌詞で歌うのが特徴である。日本語で歌うことになったきっかけは、隣接する桑名市で1987年8月30日に、市政施行50周年記念に中西の日本語歌詞で初めて歌ったことによる。日本語歌詞で第9を歌う地域は、東院町の他に、神奈川県鎌倉市、福井県小浜市、 滋賀県今津町山口県萩市などがあり、1995年には当院長、小浜市、萩市の合唱団が共同でアメリカニューヨークのカーネキーホールで日本語歌詞の第9を披露し、喝采を浴びたこともある。演奏は愛知室内オーケストラが担当する。歌唱者は毎年8月に日本の第9を歌う会の決断式を行い、12月の本番に向けて、 練習を重ねる。当日は当院ひばりが師匠団の団員らによる合唱の後、第9が演奏される。第9の演奏会には、第9を通して交流を持つ鎌倉市からも合唱に訪れる。また観客も含めて、3からが当院町民歌を歌うのも恒例となっている。子供歌舞伎町民団体、松の会の主催で、1996年より、 定期公演を行っている。歌舞伎役者の七世、松本幸四郎が、東印長出身であることから、松本を検証するとともに、地域文化を育むことを目的に始まった。松の会は、東印町生40周年記念に1994年5月に、発足、1995年から、子供歌舞伎を開始、1996年に初演を果たした。活動開始初期に、 歌舞伎役者の三代目、市川松尾が指導に当たるなど、本格的なもので、感動して、涙を流す観客もいるほどである。練習は、本番上演を終えた直後から開始し、礼儀作法を身につけるため正座で挨拶を行う、ところから練習を始める。年により、OB 会員や他地域の劇団員が出演することがある。また当院長総合文化センターを離れ、 愛知県芸術劇場で上演したこともある。白波五人男が子供歌舞伎の18番であり、何度も演じている。2016年には21回を迎え、6月5日に4歳児から高校生までの15人で、欧州足立ヶ原三段目御殿の場などを上演した。当院町立図書館は当院町総合文化センター1階南側に設置されている。 アイッセルは JP-100 万2036。2014年度の増書数は10万2555冊。利用登録者数は3万2456人。貸し出し冊数は19万971冊である。図書館部分の床面積は746平方メートルで、閲覧室、学習室、プレールーム、お話、コーナー、ベビールーム、 インターネット DVD ビデオ視聴コーナーを置く。七世、松本幸四郎の生誕地であることにちなみ、松本の著書、松の緑など歌舞伎に関する資料を収集している。資料収集だけでなく、読書会や文学散歩、折り紙や絵本作りなどの教室の開講、ボランティア団体による読み聞かせなど行事を積極的に開催している。1八十九年四月の当院長。 総合文化センター会館と同時に図書館も開館した。当初の蔵書は約3万冊であった。1992年8月30日に入館者数50万人を達成し、当時の貸し出し冊数は16万7000冊で、町民一人あたりに換算すると6.4冊になり、三重県内の公共図書館の平均を大きく上回る実績を上げていた。 1994年7月に利用者用端末を1台導入した。同年度の増書数は8万8000冊で、ビデオコーナーは順番待ちが出るほどの人気であったという。1996年2月24日には入館者数百万人に達し、増書数は9万4000冊になった。2014年度より雑誌カバーに広告を掲載する代わりに出向者に、 雑誌代を負担してもらう雑誌スポンサー制度を導入した。同年度は一社が三誌のスポンサーとなり雑誌購入に充てていた資料費は他の図書購入に回された。また同年、三重県立図書館と同時に国立国会図書館がデジタル化した資料約131万点をインターネット経由で閲覧できるサービスを開始した。当院長役場が近接するが周辺は のどかな田園地帯である、ありがとうございます。